はい、皆さんこんにちは、平田翔太です。はい、ということで何本か前に上げた動画に全国伝統工芸品の公募展に挑戦しますよっていう動画を上げたんですけど、それの、結果が出ました。で、今12月3日で、結果出たのが実は1日で、2日ちょっと遅れちゃってるんですけど、見ていこうと思います。ちなみにまだ僕も見てません。まあ、ちょっと初めての公募展でこう なんていうか何とも言えないなんか緊張感があります。本当に1時間前ぐらいまではマジで何も緊張しなくて、なんか別にもう出せたことが満足っていう、ずっと気持ちやったっちゃけど、伝統工芸品産業振興協会っていうホームページがあるんですけど、皆さんと一緒に見ていきたいなと思います。で、今回の総応募数211点です。相当出とる。で、人数が166人なんで、1人 2,3 点出してる人も結構います。厳正な審査の結果、入選101点のうち入賞15点、特選6点が決定しました。で、今から入賞と特選の作品ですね。はい。わ、なるほど。ここからはもうあれですね。自分の名前を探していくだけ。本当に。結構もう本当に全国の、っていうかこんな出しとると思えん。なかなか甘くない。ハサミ焼きです。一番近い人。コーヒーフィルター。長崎県です。ここが賞ですね。はい、残念ながら賞には、はい、ないですね。はい、じゃあ次特選いきます。お、え、マジで。はい、ここですね。特選、三河内焼き。陰国で平戸正解発し皿揃え、月。平戸昭山。え、この特選って何やろ？え？でも6枠しかないってことは、え、マジか！うわ、マジで？え？待って。いや、俺ここで出てくるとは思わんかった、正直。なんと特選に選ばれました。ありがとうございます。はい、で、ここから入選作品ですね。結構いろんな、もうちょっとパッと見じゃ分かんないですけど、一番その長崎とか佐賀の有田とか三河内焼きをとか、波佐見焼きをちょっと探していきたいなと思います。いや、マジか、めっちゃ嬉しい。え、待って、なんか入選にも書いてある。どういうこと？特選に、あ、やっぱり伊万里有田焼きとかも特選にあって、どういうこと？っていうか、マジめっちゃ嬉しい。やばい。200点も出とって、そのうちのちょっと上の方やった。ただなんかこう、なんか、特選とプラスこの入選にもなんか名前が2つあって、これ1点しか出してないので、ちょっとなんか、間違い、まさか間違いの可能性はないとは思うんですけど、名前が出てますね。まさか、え、まさか間違いとかじゃないよな。いや、本当はすいません、こっちの入選でしたみたいなノリはやめてほしい。もうなんか予想以上、予想を上回ってくれて、もうめっちゃ良かったです。はい、ありがとうございます。あー、めっちゃ緊張した本当に。はい、ということで、12月と1月に
飾ってもらえることになりました。せっかく猶予ある、ものをもらったのでありがたく受け取って、ただそれでもまだ上に、いるっていうことで、もう絶対来年も挑戦して次は賞を狙いに行きたいと思います。まあ、ぜひこの動画見ていただいて、東京に住まれている方、また、東京に行く予定がある方とかは、赤坂六本木にある新国立美術館と青山の、青山スクエアっていう伝統工芸品のお店で2回、展示されるみたいなので、ぜひ見に行っていただければと思います。伝統工芸品って結構古いイメージがやっぱりみんな持ってると思うんですけど、その中でもやっぱり最新で、できたみんなの渾身の一作っていうのはやっぱりすごいなって、やっぱりちょっと新しいなっていう感じで、家に欲しいなって思うものが結構いっぱいあったので、ぜひ、そこら辺も楽しみに見に行っていただけたらと思います。まあ期間なんですけど、それもまあ概要欄の方に一緒に貼っておくので、ぜひ見て確認してみてください。はい、ということで、今回はありがとうございました。また、次花瓶が焼き上がるので、それも楽しみにお待ちいただけたらと思います。ありがとうございました。